こんにちは、ダイスです。今回はサンドランド続きからやっていきたいと思います。アンさんの話を聞くには、どうもですね、スピノ町に戻ってからっていう話だったので、とりあえずね、道なりに戻っているところです。もしかしたら、ファストトラベルしてもいいのかもしれないんですが、途中で何かあるかもしれないので、あ、やっぱり、なんかありましたね。誰かいる。それ、どうやらエピの旦那はしくじったらしいな。キザっぽい男になっている。リーゼント君。行くぞ、お前ら。誰でしょう。来てたのか、おっさん。なんで町に入らないんだ。うん。スピノ町と国王軍には朝からの因縁があるからな。それより状況は？例の武装集団とルジバ戦艦で遭遇した。うん。何ですって？そうか。あの煙は連中が。ま、俺たちがぶっ飛ばしてやったけどな。さすがだ。本来なら国王軍が対処すべきなのに、すまない。こちらでも北上してきた別動隊を叩くには叩いたのだが、まとまりに欠く今の国王軍では、追い返すのがやっとだった。ゼウが牛耳っていた軍だ。再編の混乱があるのはやむを得まい。それにしても奴ら何者だったんじゃ。わからない。集団行動に長けていて、かなりの武器を持っている者たち。うん。彼らはフォレストランド軍よ。フォレストランド？森？フォレストって森ですよね。バカな。フォレストランドとは何十年も前から休戦協定が結ばれている。え、私もにわかには信じられないが、奴らの指揮官は将軍と呼ばれていた、うん、軍隊だとしたら合点がいく。しかし、何かフォレストランド軍だと言い切れる根拠はあるのか。それは君の隠し事に関わることなら無理にここで話さずとも構わない。うん、ありがとう。でも国王軍のお偉いさんにも聞いてもらった方がいいと思う。そうか。ではアンのガレージで話そう。あれ将軍もそれで構わないが、君一人ならば問題あるまい。わかりました。案内してもらえるかな。ええ、ついてきて。なんだろう、アンと話す。ちょっとというかだいぶ不思議な感じになってますよね。何の話だろう。聞かせてもらえるかな。彼らがフォレストランド軍だと言い切れるのは、うん、私がフォレストランドの人間だから。なんだって、うん、君は密入国者だったのか。密入国って？入るのを禁じられている国にこっそり入っちゃうことですよ。悪だな。なぜ一人で密入国など。一緒に来た仲間もいたよ。けど成功したのは私だけだった。そんな危険を冒してまでサンドランドに来た理由は、フォレストランド政権を倒すのに手を貸してくれる協力者を見つけるためよ。政権を倒す？何？君はクーデターを起こそうとしているのか。違う。クーデターを起こしたのはあいつらの方よ。あいつら？ん？突然温厚なジャム国王を幽閉して政権を乗っ取った。ブレッド大将軍率いるフォレストランド軍よ。私たちレジスタンスは国を取り戻すために戦ってきた。ルジバ戦艦であったエピ将軍とも戦ったことがあるわ。どう思うね、あれ将軍。筋は通っていると思います。私が知る情報とも矛盾はない。私もそう思う。このタイミングで動いたこともゼウが失脚したのを聞きつけて行動を起こしたとすれば特進がいく。しかし軍を動かせば大事になるのは明らかなのに、そうまでして我が国に侵入してきたフォレストランド軍の目的は。アクアニウムだ。バカな。アクアニウムは大爆発で失われたはず。
ルジバ戦艦は動力にアクアニウムが使われていた。おそらくゼウの飛行戦艦にもアクアニウムが使われていたのだろう。うん、ルジバ戦艦のアクアニウムは守れたが、飛行戦艦のものは奴らの手に。なんてこった。ゼウめ、私の知らないところで。すごい気な臭い話になってきましたよ。すぐに王の都へ戻って、国王に全軍の緊急出動を提言します。緊急出動。軍内に内通者がいないかも調査しなければ。アクアニウムはどうする？どうしましょう。お任せします。あなた方に持っていてもらった方が安全だ。了解した。わかりました。さて、次は私が話す番だな。気持ちが落ち着いたら話しに来てくれ。考えた。話しましょう。話をするだけじゃなく、うん、見ておいてほしいものがある。見ておく。ついてきてくれるか。いいけど、どこだよ。うん、かつてアクアニウムが大爆発を起こした場所だ。わかった、行こうぜ。はい、ということで移動することになりました。爆発を起こした場所、ピッチ陣がって言っていたところですよね。地図ちょっと確認しましょう。はかなりこっちだ。ラオの見せたいもの。わかった。目的地まではあともう少しです。あ、これ飛ぶのかな。飛びますか。飛べた。すごい危ないけど、バイクであのマークって飛べるんですね。すごい爆発跡だ。よくここで生き延びましたね。危機死に勝りますな。これがアクアニウムの爪痕。すごいことになってる。そうだ、巨大な爆発によって辺り一帯が跡形もなく吹き飛んだ。そしてその引き金を引いたのが、当時国王軍の戦車隊を指揮していた私だ。そうだったの。なんで俺たちにこれを見せようと思ったんだ。アクアニウムがいかに危険なものかを知ってもらいたかった、うん、というのが表向きの理由だが、本当は怖かったのかもしれんな。お前さんほどの人間が何を恐れるね。取り返しのつかない己の罪と一人で向き合うことさ。だがおかげで再確認することができた。やはりすごいですね。アクアニウムは人の手に負えるものではない。けどブレッドってやつは集めて使うつもりなんだよな。一つでこれなのに、数を集められたら誰も手出しできなくなるでしょうな、うん、そんなことになったらお父様は。お父様？ん？お父様？あ、それはその。え？まさか？おしゃべりはそこまでだ。めちゃくちゃバイクだ。かっこいい。あ、誰だお前。よくぞ聞いてくれた。俺の名はクロア将軍。知ってる人だった。とっと、知ってるやつがいたのかよ。意外と俺も顔が売れてんだな。うん、いっぱいいる。あれもフォレストランドの将軍なのか。正体がバレてんなら早速問題だ。あんたたちが持ってるアクアニウムを渡してもらおうか。それはできないかな。間近で魔物を見るのは初めてだ。任務じゃなきゃ怠慢でやり合いたいところなんだな。いつでも相手してやるからかかってこいや。動くな。警告は一度だけだ。おっさん、シーフ、あん、舌を噛むなよ。何？この、
動くなってのに。てえな、この野郎。と、ふう、やっとしたぜ。どういうこと？だが、これで終わりだ。何か下にいるのかな。それはどうかな。何？地面見てましたよね。なんで？まずい。みんな落ちちゃうの？洞窟？遺跡？遺跡がある。みんな無事か？無茶しすぎですぞ、王子。ほんと、あれ、ベルゼは？ん？あ、いた。口の中が砂まみれだ。ん？それにしてもここは古い遺跡のようじゃな。地下にこんなものがあったとは。ゆっくりしている暇はないぞ。クロアという将軍と兵士たちも一緒に落ちたはずだ。見つからないように出口を探そう。スターニア遺跡っていうところに来ましたね。人間が昔作った遺跡みたいだな。ここからは地上に戻れそうにないね。なんか行けるとこあるとちょっと気になってしまうんですけど。行けるとこあると気になるんですけど、特に何もないんですかね。行けるところになってるだけっていう可能性もありますよね。わかんないけど。でもジャンプすれば行けるのか。だから空いてるから行けるとこじゃないのかな。とりあえず遺跡に行ってみましょう。すごーい、本当に地下遺跡ですね。もともと埋まってなかったのかな。いや、なんかいっぱいいるぞ。初めて見る感じの子がいるかもしれない。暗殺サソリ、名前が怖い。道は向こうに続いてるけど渡れないな。渡れないね。しょうがない、他の道を探すか。こっち、あー、左右に道がありますね。待って、この細いところ行けると思うんでちょっと行きますか。あー、宝箱的な何かがある。細いところってやっぱり何かしら隠れていそうな気がするので、ちょっとトレジャーハンター心をくすぐられますよね。本当、採取するみたいなのが多いゲームで、待って、金貨じゃない、銅貨だ。イニシエの金貨だったら変えてもらえると思ったんですけど、銅貨っていうのもあるんですね。分かりやすいとこは銅貨なのかな。あとはもしかしたら入り口近いからっていう可能性もありますよね。いっぱいいるかもしれない。魔物になるのか、ちょっとモンスターになるのかわからないですけど、結構いそうな感じはしますよね。もう道なりなので進んでいってみようと思います。遺跡の奥には何かあるんでしょう。それも気になりますね。橋が崩れてるな。スピードに乗ってあの斜面に行けば飛び越せるんじゃない？え、本当？バイクを使って試してみるか。イニシエの銅貨、スピードに乗って行けば行ける。バイクってなんかいろいろできますね。よし、乗ってみましょう。ほった、あ、行けた。え、これバイクで行くもの？ちょっと待って、バイクで行くと倒せないね。せっかくだからアイテム欲しいですよね。硬い。硬い。大きいのちょっと硬いな。硬いけど多分ね、今後使うアイテムだと思うので、できるだけ取ってはおきたいんですよね。この先なんだろう。ちょっとね、地図上を見てみると全くわからない。地図全くわからないので、ミニマップを見てなんかこっち行けそうっていうところを行けるような、天井が高いな、イメージで行ってるんですけど、地上はまだまだ先みたいだな。あ、箱結構ありますね。
どうか。やっぱり入り口近くはどうかなのかな。よっ、一本道っぽい感じはしますよね。でもさそり、やっ、鉱石は普通なのかな、はい、あ、古の金、鉄塊、鉄、ん、鉄の塊、古のになってる、古いってこと、まあ、ちっとは楽しかったぞ。え、ってことはもう見つけたら取った方がいいってことですよね、これは。いや、向こう側これ行ってみたいな。ちょっと怪しい、怪しいですけど。え、向こう側どうやって行くんだろう。多分ここですよね。いや、ジャンプマシンちょっと行けないかな、ここは。いや、これ行ってみたい。あっちにある箱めちゃくちゃあるんですけど参加者も見えてるんですよね。難しいかもしれない。生き方がもしかしたらあるのかもしれないですけど。ヘビさんが、ヘビきついヘビきついな。早いね、間が。いい感じだな。で、こっちなんだろう。いや、ヘビめ、あ、ヘビはいるけど、ちょっと待って、ヘビはいますけど。いやいやいや、バイクじゃない、バイクじゃないメーカーだったら多分サクッと倒せる気がする。パタパタ出せるんですよね。ギリギリ、サイズ感ギリギリなので。よしよし。で、もういけないもういけないですね。これ取りましょう。あー、でもどうかなんだ。悲しいな。どうかでしたね。さっきのやつが気になるけど、もうしょうがない。行ける道がなさそうなのでね。で、回復だけしておかないといけないような気がするので、はい、回復してきます。サソリ、はい、めちゃくちゃ数多くないですか、サソリ。まだ出てる、あ、まだ出てる。2回のいるな。完了。何にもないかな。あれ、これ場所が違う、場所が違うけど頑張ればいけそう。うわー、はい、出しましょうこういう狭いところはもう乗るっきゃない。はい、乗りまーす。動きが変だぞ。動きが変なのは分かりますが、片付けましょう。 OK。メカをね、使った方がいいっていうことが分かりましたね。どうかかな。あ、銀になりましたね。ちょっと難しい。あ、金貨出た。道からそれるとあるのかもしれないですね。また取りに行きたいです。ほっ、よっ、まあ、とりあえずですけど、もう道から外れずに行こうと思いますよし、内側からでいい。あ、ここにもありますね、銀貨。あ、やっぱり奥の方に来ると金貨とか銀貨が出てくるのかも。さっきの将軍は、あ、落ちた。仕掛け、仕掛け、
大丈夫？くそ、どうなってんだよ。落とし穴とは随分古典的な罠だな。うん、下に剣やら槍やらが突き立ってないだけ情けがあるの。そうだね。そうでもないみたいだよ。え、おいおい、あーなんかすごいのいる。これって結構やばくない？フォレストランド軍と戦っていた方がマシだったかもな。ムカデ。どうするんです王子。やるしかねえだろ。え、だからやるしかねえだろって。静かに。ん、そう、あなたたちも怖いのね。驚かせてごめんなさい。あなたたちを傷つけるつもりはないの。何やってんだお前、そんなことしたって。すごい話せる、あんちゃん。なんと、小娘のおかげで命拾いしたようですな。たまたまだろ。そのペンダントかな、もしかしたら。きっと俺の恐ろしさにビビったんだ。どっちでもいいよ。もっと秘密がありそうですよね。それより出口を探そう。落ちちゃったけど大丈夫かな。上に行く道はこっちにありそうな感じですよね。ここ行けないし、ここからかな。よっしゃ。はい、ちょっと薄暗いかな。暗いですねこの辺は。お、箱発見。金か。調べる。とても人が通れる隙間ではないな。うん、そういえばドンプテラノの時も似たようなことしてなかったっけ。うん、たまに虫や動物の声が聞こえてくることがあるんだ、うん、その時だけは言葉を返すと不思議と通じ合える気がするの。虫や動物と心を通わせるとは、まるで王子の姉君。姉君？リリス様のような力じゃな。リリス様っていう方がいるんですね。なんだって、知らなかった。あれ、さて上がったところ、調べる。隠し扉を開くような仕掛けもなしか。ねえ、ベルゼのお姉さんもリリスって言うんだね。も？もって何？私のお母様と同じ名前だ。え、なんじゃと。引き継いでるんじゃない、その力。ほっ。え、ダメだね、どこにも出口がない。すごい不思議なことになってますよ。小娘、お前さんの父は名を何という。どうしてそんなこと聞くの。シーフ、なんか知ってる。いいから答えんか。何か知ってそうですね。ジャム。待ってくれ、ジャムとはフォレストランド王の名ではないか。そうだよ、私はブレッドに幽閉されたお父様を助けるために戦ってるの。やはりお前さん、リリス様の娘だったのか。やっぱり。しん、え、ベルゼット親戚ってことですか。リリス様のって、え、お母様悪魔だったの。なの。それよりジャム国王の娘とは、アンは王女だったのか。うん、そっちも驚き。え、一緒に。バカ、騒ぐからまた。ごめんね。あ、ごめんなさい、また驚かせちゃったね。ごめんね。やはりリリス様と同じ力。もう、それでお前変な匂いがしてたのか。変な匂い。匂い？どうして落ち着いてられるのよ、人間と悪魔が結婚なんて。そういうこともあるだろ。軽い。うん、そんなのどうでもいい。それよりお母様よ。お母様が悪魔ってことは、
私は悪魔と人間のハーフということになるな。そうだね。やっぱり？そんな。なんだよ、お前も魔物なんて汚らわしいって口か。違う、そうじゃないけど、それじゃ困るんだよ。なんで？やっぱ嫌なんじゃねえか。話は後でいいだろう。ここを出る方法を考えなくては。なあ、お前あいつらと話ができるんだろ。うん。だったら出口のこと知らないか聞いてみたらいいんじゃねえの。え？ああ、うん、やってみるけど期待しないでね。それでは触りに行ってみましょう。調べる。教えてもらえますかね。何度も驚かせちゃってごめん。ごめんね。すぐに出て行きたいんだけど、うん、出口がわからないの。知ってますかね。もし知ってたら教えてもらえないかな。わかる？あ、すごい開いた。開いた。開け方があるんだ。すげーなお前。ありがとう、うん、素直には喜べないけど。ムカテさん、ありがとう。行けるようになりましたね。これで上にまた上がってきました。かなり落ちちゃった印象なんですよね。あれ、ここから落ちたのかな。あ、ここで落ちたんだ。よっしゃ。危ない。何箇所も落ちるんだ。ちょっと待って、あんちゃん危なくなかったですか。落ちる前にさっさと進んじまうか。怖い。危なすぎる。まだ？ここも脆そうだよ。いやー、どう考えても無理なんですけど。落ちちゃった。バイクで一気に渡ってしまおうっていうのを早く聞きたかったですね。でも一応なんか落ちても上には上がれるみたいです。じゃあバイク乗りますか。バイク、メカがね、あと2つ多分ストーリー中に増えるはずなんですよね。ちょっと待って、怖い怖い怖い。落ちちゃった。無理じゃない？バイクでも。あの、今ね、素材が小回り効かないんですよね、実は。無理ですね、バイクで渡ろうかと思ったんですけど。普通に行った方が早い気がする。完全にやってしまってますか。はい、ベルゼのジャンプでなんとかするのが早いかも。まだ悪魔の子だって気にしてるのか。小回り効くやつにすればよかったですね。だって仲間に何て説明したらいいのか。はい、仲間ってレジ。マップ、マップ出ましたよ。ってことはどこのマップが出たんだ。レジスタンスです。謎のものが出ましたけど。こっちに行くの。こっちって何なんだろう。あ、行けそうなところ発見。あ、鉱石かな。鉱石ですね。イニシエってやつだと思うので、とりあえずもらっていきましょう。はい、これで次は出口側に向かおうと思います。ミニマップ見てると、あの部屋がねあるところは一応わかるので、それを見ながら。そいつらが悪魔を嫌ってるから言い出しにくいってことか。待って、ここにこのウォーターがあるってことは何か始まるんじゃないでしょうか。ウォーター触りたかったな。レジスタンスの存在理由そのものに関わる話なの。うん。ブレッドはクーデターの理由を悪魔の王妃に操られた国王から国を守るためだって言い回ってる。でも私たちはそれを否定してこれまで戦ってきたの。そういうことか。なのに本当にお母様が悪魔だったと分かったら、レジスタンスの正当性が根底から揺らぐことになるか。愚かな。
リリス様が人間を操って国を滅ぼそうなどと考えるわけがない。私だってそう信じたい。でもお母様はもういないから。いない？いないってどういうことだよ。姉ちゃん今どうしてるんだ？勇者に退治されたってフォレストランド軍が言い回ってる。勇者？はあ？姉ちゃんが人間なんかに負けるわけねえじゃん。俺ですら一回も勝ったことないんだぞ。そんなこと言われても、10年前にお母様が姿を消したのは本当だし。結構前ですね。ありえねえ。シーフ、姉ちゃんを探すぞ。もちろんです。じゃあ一緒にフォレストランドに来てくれるの？ああ、まあそうなるか。全員の目的地が一致したようだな。フォレストランド行くの？おじさんも来てくれるの？もちろんだ。アクアニウムを奪い返さなくてはな。あ、でもそれはそう。すごい、こんなに心強いことないよ。ちょっと待て、レジーンなんとかに力を貸すためじゃねえからな。分かってる。よかった、夢みたいだ。本当に分かってんのか？安心してくれたのは良かったですよね。姉ちゃんが負けたなんて絶対信じねえぞ。俺より強いやつがそんなにいてたまるか。心配だから探すってわけじゃないんだね。あー、上にまたいるんだね。とりあえず突破しましょう。はい、出てくるのが分かったので。ちっとは楽しかったぞ。多分ね、でも上の段はきっと何かが埋まってるんだと思うんですよね、この作りは。だから本来は行った方がいい気がする。この上上がれるようになってるし。よっしゃ。こう側に道がある。あ、逆側から回って上に上がりなさいなんですね。どっちにしろ通る道だったみたいです。戻らなくてよかった。待って、ハテナになってる。まあ大丈夫かな、そのまま行きましょう。ちょっと怖いな。おお痛いね。はい、ヘビ苦手かもしれない。でこれもらいましょう。西江の銅貨をもらいました。ここどうするんだろう。よっ、え、いけない。あ、逆側なんだ。いけるのかなって思ったんですが違うみたい。はい、こんなもんかな。でこれもらって、でいいのかな。わあ、左右になんかある。こっちなんかいますね。やっぱり何かしらがあるところは敵がいたりとかするので分かりやすくはあるんですよね。逆側も何かあるけど、ここはいけなくなってるかな。ですね。よし、じゃ次、次の部屋。あ、目的地近くないですか。あともうちょっとっていう感じですね。よかった、あともうちょっとです。あ、バイクかな、もしかしたら。ちょっと上上がってるのでバイクで行ってみましょう。行けました。よかった。で一応降ります。何かあるかもしれないので。うわー、今度は天井か。落石、早く通り抜けねえとペシャってことはバイクですね。早く通り抜けないとペシャンコだっていうことはバイクです。よっしゃ。
これ乗りながらってカスタムできますかね。変えちゃってるパーツがあるんですよね、バイクに関して言うと。バランスカスタムですね。これを軽量化、あでもこカスタム2バランスいい方に一応なってるんだね。じゃあ大丈夫かな。うわすごい、足場が。お、何の壁画？あ、待って、悪魔の壁画だ。パパじゃないこれ。調べられません。あ、調べられないんだ。これパパの壁画の気がする。イニシエの遺跡ってサタン様が関わってる、もしかして。ちょっと怪しすぎるんですが、これに関しては怪しすぎる。お父さんですよね多分。あれ、ここにもあるぞー。セーブが入りましたね今。あ、こっちにいるということは、一応確認していきますか。もうゴール前ってことですよ。なのでこの辺の宝箱を取っていった方がいいと思います。はい、マップと、わ、やっぱりサタン様の像ありましたね。いた、見つけましたよ。やっと来たか。待ちくたびれちまったぜ。先回りされていたか。クロア隊は足が自慢だね。中でも俺はとびっきりだ。さあ今度こそ逃げ場はないぜ。おとなしくアクアニウムを渡しな。勘違いしてんなよ。ゾロゾロお供がいなきゃお前なんか敵じゃねえ。数で有利だから強気になるなんてクソ出せるぞ、悪魔くん。誰がダサいだこの野郎。さあ始めようか。あ、かい魔物くん。痛いなこの野郎。ほっと、あのエンジン軽量化のせいか耐久性は低そうね。攻撃して減速させられないかな。えい、いいぞ王子、もう少しだ。俺と速さで勝負するのが怖くなったか。よし、できた。だいぶ時間かかりましたけどバイクでやってたんですが、ちょっと無理そうだったので普通に真ん中でくるくる回りました。あ、危ないよ。ちょ危ない。大丈夫？大丈夫？あ、お前なぜ俺を。そのことより早く置いてあげて。だってあなたも大事な。あ、ほらほら、ち、お、よかった。おいおい、魔物が人助けなんて悪い冗談だぜああそうか、とどめは自分の手で誘ってんだな。いいぜ、お前にはその権利がある。ベルゼはそんなことしないよ。悪魔に操られてるってわけじゃなさそうだな。どうも俺が聞いてる魔物ってのとは違うらしい。ん？なんて聞いてるんだろう。とりあえず今日は乾杯だ。
だが次はこうはいかないぜ。へえ、何回やっても同じだっての。将軍一人一人の力量が国王軍とは比べ物にならん。対抗できるのはあれ将軍くらいだろう。手ごわいぞ、フォレストランド軍は。大したことねえよ。じゃこれでまた外を目指すっていう感じになるのかな。よかったです、出てこれました。あのさベルゼ。ああ、うん。ベルゼって私のおじさんなんだよね。確かにそう、おじさんになっちゃう。おじさんはやめる。おじさんでいいではないですか。じゃあシーフはアンのことアン様って呼べよ。姉ちゃんの子なんだからな。そうだね。確かにそうですけど、今さらそれは。こそばゆくなるからやめて。これまで通りでいいよ。そうか。じゃあ遠慮なく。それでおっさん、いつフォレストランドに行く？うん。すぐにでもと言いたいが、サンドランドでやり残したことがある。やり残したことって何でしょう。話はスピノ町に戻ってからにしよう。すまんが少し休みたい。結構無茶したもんね。うん。主に君がな。そうだっけ。あれ。若者にはこの程度の冒険は答えないか。俺とシーフの方が年上だけどちっとも疲れてねえぞ。あんたたちは特別すぎるの。はい、ということでラオの見せたいもの終わりました。次回はスピノの町から進めていこうと思います。よかったらチャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それではまた、 See you。